焦った音がね、じゃあさっきイヤホンつけてたからイヤホンが一回にあった。暑い。でもさっきまでエアコンの部屋にいたから寒くて今ちょうどいい。もうエアコンガンガンにつけてて一回。そうそうなんよ。リアタン、リアタン、あー、セティカトン、イヤホン、皆さんありがとう。大激こんばんは。なんか眠たくなっちゃった。暑かったね。そう、今日暑かった。こんばんは。お疲れ様です。皆さんお疲れ様です。ありがとう。 M チーム さん、お待機ありがとうございます。電話してみたいです。ありがとう。待機嬉しいです。すごい、ありがとうございます。すごい、アジサイハントはありがとう、ありがとうございます。初めて、このギフトは初めて。なんか結構いろいろあるよね。甘いパンとかまだ見たことないです。甘いパンとかなんだっけ、なんかめっちゃ懐かしいんですけど、去年も和菓子キャンペーン頑張って甘いパンありがとうみたいな書いてるやつを前見つけた。甘いパンありがとうみたいな。大子さんありがとう。昔とあんまりギフトの内容が変わってなかった。今回もそう、フルーツタイプでしたね。待機ありがとうございます。美味しかったな、フルーツタイプ。こんばんは、ありがとう来てくれて、ありがとう。大役もありがとうございます。ちょっとさすがに眠すぎて、なんか寒すぎた。なんかエアコンの直当たるとこにいたから、ちょっと寒すぎた。甘いパンありがとう。なんかめっちゃ1年ぶりだ。なんかこんな感じだった気がする。去年一昨年も、去年もこんな感じだった気がする。すごい、ありがとうございます。めちゃくちゃエモいですめちゃくちゃエモいです。懐かしい。こんばんは。
嬉しい。甘いパンね、去年あった気がする。懐かしい、やってた。ありがとうございます。皆さん和菓子キャンペーン応援してくださった皆さん、懐かしい。明日の楽しい、嬉しい。頑張ります。でも緊張して喋れないかもしれない。マッシュ頑張り、マッシュル甘いまんじゅう。あ、シャートしてくれてますよ。しますか。明日生電話あるかな。でも生電話って何話すんだろう。何話せばいいんだろう。ありがとう。何話せばいいんだろう。やっほー、こんばんは。サンクチカと緊張してダメ、それはダメ、それはダメ。出てください、ちゃんと。ありがとう、ありがとう。どうやったら応募するんかな。ありがとう。もう応募機電話したい。でも私も緊張して、あってなりそう。なんかね、緊張、生放送だしね、めちゃくちゃ緊張。サマージャンボやばい。サマージャンボってなんだっけ、宝くじか。ありがとう、たい焼き、たい焼きありがとうございます。チケット買ったら電話できる。チケット買った、当たる当たらないとかあるのか。ありがとう。スキマロン。大変ありがとうございます。嬉しい。明日はリモート、リモート ありがとう、てゆき。首してました。首してました。こんばんは、大輝ありがとう。いいか、ありがとう。大輝あくびで目がうるる。目がうるる。最近もなんか夜遅く起きて、なんか映画とかドラマとか見ようかなって思うんだけど、眠気がかかっちゃって。ありがとう、大輝。こんばんは。ありがとうございます。来てくれて。気づけば3日後は幕張ね。楽しみです。3日後幕張なんてなんか信じられない、なんか。ありがとう。出てみちゅう、本当ですか。
むくみたくないな、前日はむくまないようにします。3位フィニッシュか、頑張り、3位維持、3位維持。まあできなくてもね、みんな応援してくれてくれたくださるのとても嬉しいので、何位になっても嬉しいです。そう、全パックかな、サチタンいるかな。え、カナオちゃんいたかな、ワクワク。え、カナオちゃんいたかな、いた気がするかな。サチタン、サチタン1時間目だっけ。一緒がいいなぁ、わぁ。大家さんありがとう、皆さん大家ありがとうございます。フリーピーマン、エルピーナッツ、エルピーナッツ、ありがとうございます、ありがとうございます。ハッピーハッピーハッピー、ありがとう。髪型どうしようかな、髪型どうしよう。髪型どうしよう、なんか最近なんか顔がめっちゃむくんでる気がする。そろそろダイエットしなきゃね、すぐにダイエットしなきゃ。コスプレはできます、でも衣装なんでね、ほぼリアル話し会とかだからあんまり私服がない気がする。オンラインかな、こんばんは、ありがとうございます。一緒に頑張りますか、ありがとう。お疲れ、ありがとう、もう疲れた、なんか普通に夏バテですね、夏バテで、私は夏が嫌いだーす。夏が嫌い、夏が好きじゃない、やばい眠気が。ありがとうございます、たい焼き、レジュー、こんばんは、ハートもありがとう。暑いの嫌や、ね、日傘さしたりそういう手間がある。ありがとう遠野さん、そうやって言ってくださるの本当にキュンキュンです。キュンです。海か山どちらか行きね、ありがとう、たい焼きリンゴさん、ありがとうございます。アーシャは何点くらい？皆さんは何点ですか？逆に何点ですか？逆に今回と前回どっちが好きですか？じゃあちょっと質問コーナー、リア中の質問コーナー、今年度と、去年度どちらがよろしいですか？83点高いですね、100点、高い、好きなのか、嬉しい、嬉しいです、嬉しい、今年嬉しい、嬉しい、両方。
今回のが、ラブ、ありがとう。今回の、嬉しい。みんなありがとうございます。どちらもいいですか？バースデーメールずった。おめでとう。大人に、アルディさん、ありがとう、ベッキー。バラ、ありがとう。愛のバラかな。勝手に愛のバラ。ハルさん、ありがとう、アジさん。かわいい。選べない、両方。嬉しい。そうやって言ってくださるの、嬉しいですね。ありがとう。ありがとう、ダイヤキー。ありがとう、もんたん焼き、ありがとうございます。リアチュー、リアチューです。リアチュー、リアチューに夢中になってください。皆さんリアチュー夢中になってください。ありがとう、まなべさん、さくらさん、かゆきさん。どっちが本物、どっちが本物だろうね。さくらさん、エムダツさん、ありがとう。エムダツさん、ありがとうございます。嬉しい、たやき。リアチュー夢中、ほんとに。リアチューの配信癒されますか。もうリアチュー夢中、ほんとに。いろんなとこ浮気してないですか。まなべさん、ありがとうございます。ナシシンのがもっと、嬉しい。ナシシン、初夏、初夏です。こんばんは、初夏、初夏、こんばんは。たやきありがとう。明日ね、美容院行こうと、美容院行きたい。学校終わり。そう、美容院行きたいけど、なんか、もう本当に髪の量を減らしたい。ですね。あと、髪質改善したいですね。ありがとう、大変。あと前髪薄くしみたいです。ありがとう、大変。朝朝ってから、時間的にもう普通に空いてなくて、学校行きましたよ。眠たい。スキマロ、ありがとう、来て。レイちゃんも友達、友達。ありがとう、みんな来てくれ。あ、寝たい。コメダの抹茶食べてないんですよ。かなちゃん、かなちゃんと約束した。さちさん、さちさん、うん、三人で行きたい。最近そう会ってない。3期それこそ3期とは全然会ってないんですけど、ゆいか担当めっちゃ会ってないです。大丈夫かな。ゆいか担当本当に会ってないな。正規生の本当に合ってないです。大丈夫かな、元気にしてるかな。いつから合ってないんだろう。最後会ったのいつだろう。
早く会いたいですね。サムネ変わりました。ありがとうたい焼き。ずるしてってるよね。ずるしてってるよね。ねえ、私一瞬の、あ、確かにあれが最後かな気がする。あれが最後な気がする。今日夜更かししますよ。いつも夜更かしするするって言いながら寝てしまうんですよ。ちょっと待ってね。写真ホルダー見たらわかるかも。ちょっと待ってください。そう、撮影が最後でした。なんか合ってないって感じる。めちゃくちゃ。おかえり味。こんばんは。眠たい。まかりのおすすめポーズは、まあまあ遠野さんと、まあハートは定番だけど、まあリアピョン隊加入したってことでリアチーポーズでもいいな。そう、チェキ、ね、リアピョン隊の印なんで、チェキ、そうリアピョン隊加入しよう加入ぜひ。リアピョン隊の片思いポーズそうなんよ。ぜひリアピョン隊の皆さん、リアチューポーズ迷ったらリアチューポーズで。リア中ポーズ、そうリア中ポーズ当たったら行かないと。ぜひダースさんお待ちしてます。何のポーズにしますか。マイケさんの交換日記迷わずリア中ポーズ、ぜひ。ありがとうございます。たい焼き。たい焼きありがとう。
んは。ピアピョンタイ。今日体育してないけどね。ピアピョンピョンピョンタイ、ピアピョンピョンタイ。たい焼き、頭か尻尾かどちらか食べます。ん？どちらから食べます？ん？どちらから食べます？たい焼き、頭か尻尾どちらか、あ、私が、私は特にないかな。こんばんは。ホワイトのリアチの犬、そう、リアチの犬。気分ってこと、気分です。結構私は気分屋です。何でも気分屋です。その時にやりたくなかったらやらないし、そうだから多分結構一緒にいたら大変疲れるです。だから私は一生パートナーができない気がします。自分勝手なので。結構マイペース、もう自分のペースでいきます。なのでね、もう猫好きはそういうとこかい。猫好きだからそういうとこ、うん、猫好き、ふむふむ。ゆうちゃんはチンジャオロースとホイコーラ、なんだろう、チンジャオロースホイコーラかな。でもチンジャオロースも美味しいよ。やっぱり優柔不断です。おやすみなさい。早いね、健康的だ。ハートありがとう。かなちゃんも同じこと言ってた。なんか最近なんかかなちゃんと似てきたかな。なんか最近なんかかなちゃんといることが増えてきて、そう嬉しい。最近は本当に一緒に遊んだりしてます。あと最近会ってないんですけど、会いたいですね。遊びに行きたい。200万、わお、すごい。夏バテ、結構いつも一緒にいる、結構一緒にいます。そう、コメダ行きたいです。 LINE しようかな。さっきかのちゃんから早くユニバ行こうねって LINE 来てた。返してないけど、そう返さなきゃ。そう旅行行きたいんですよ。そうずっと約束しててユニバ行こうねって。だからね、めっちゃ行きたい。サチさんも連れて行こうかな。サチさんも連れて行く。かき氷は誰と内緒。最近中二病してから。かなちゃんは最近中二病。どうだろう。リア中返す、急がなきゃ。最初の時行きたい。たい焼きありがとう。4万、おお、ちーさんありがとう、嬉しい。たい焼きありがたい焼き。え、同じなの。さちさん喜ぶ。さちさん喜ぶ。さちさん誘いたい。りょうちさん誘っといてください。りょうちさん誘っといてください。でもさちさんなんかね、なんか行きたいって言うけど行かない気がする。なんかそう、なんかユニバ行こうって言っても、あ行きたいってその時言うけど実は行かないみたいな。
行きたい、サチタン、サチタン行こう。精神、ふたまさん、ラブリードリームさん、メロンパンさん、ありがとう。ありがとう。石さん、ありがとう。ありがとう、石さん。結局はそうなんだよ。結婚しました。頑張ってください。頑張ってください。応援してます。石さん、ありがとう。結婚するには、まあ、マッチングアプリとか使うといいと思います。それなんか結構このね、なんか人とね知り合うことというか話すこととか、そういうなんか人と接することがあまり少なかったりするときはマッチングアプリを使うといいと思います。私は絶対しません。私は絶対。今時はね、本当に結構 CM で流れてくるんですよ。そう、マッチングアプリ。マッチングアプリおすすめします。ガチ変だ。ウェブ社会やめたって言ってね、行く予定ではなかったでしょ。そう、結婚ね、結婚前提でマッチングアプリだから探すといいと思います。まあ結構マッチングアプリ使ってる方結構世の中にねいると思うので、まあ一人くらいは見つかると思います。いい方が見つかるといいですね。健闘をお祈りします。職場結婚いいね。趣味が合うとか、そうそうそう。職場結婚いいね。なんかよくドラマで見る。何の話、ってそう、なんかそう、結婚もしたいみたいなコメントを書いてくださったので、結婚の話をコメントにしてらっしゃったので、ちょっと結婚のアドバイスをしました。一応結婚してくれれば、リエチュウが考えるね。間違えて言ってるよ。怖い、怖いというか、そうなんだ、怖くない。リエチュウ結婚を語るね、この土で。マッチングアプリ今時結構やってる方多い気がする。なんかこれ趣味やってるよね、なんかね、なんか知ってる方、知ってる方いるかと思うんだけど、いない方もいると思うけど、なんか趣味でトランプ、犬、料理、野球、サッカー、スポーツとかって流れてきて、なんか男性と女性の、ちょっと説明が難しいからちょっとやめとこう。よく見る CM でマッチング、お嫁さんを探してますが、お嫁さんを探してますか、マッチングアプリ。おきさん、連絡自信がなくて、ちょっと自信がなくて連絡できてないです。本当にね、ちょっと緊張しちゃってちょっと連絡できないです。めっちゃ先生、気になる。試験です、ありがとう、来てくれてありがとうございます。連絡するだけでもちょっと本当に緊張するんですよ。もう文もめっちゃ考えて、
ね、緊張なのでちょっと考えます。でもね、今週だからさすがに急すぎて会えんくても会話できるやん、ね、0円で会話できます。推しの起きるかさ、ありがとう、うん、たい焼きとかハートとかありがとうございます。コミュニケーション。リアチミチ、本当に？決まろう。気づかなかった？こんばんは。なんかもう結婚の話してたらなんか面白くなってきた。面白いね。皆さんマッチングアプリ使ったことありますか？私たちで X、 これ嬉しいです。本当に知り合いがフォートナイト、同じ人で、確かに、いいですね。でもできますもんね。なんか怖いですね。でもなんかまあゲーム内でまあなんかいろんな人と、もう知らない人と、顔も誰も知らない人と、まあ、一緒にプレイできるんですよね。その時にそれでまあフレンドになって、まあそこからまあ結婚じゃない、そこでなんか知り合って仲良くなってっていうのはできます。でも私はそういうのもあれなので、結構プライベートです。もう一人でやるか、お友達とやるか。お友達とはあんまやないけど、でも中学生の中2とか頃はめっちゃお友達とやってました。フォートナイト夜に。でも結構つながれますよ、フォートナイト。怖い。でも知らない人と、もう知らない人からフレンド申請来たり、そうフレンド申請って言っても分かんないか、そうそういうなんかね、まあ結構七並べオンライン、そう。まあでもそれはまあ一回きりじゃん。だけどそれはフォートナイトはつながれるんですよ。つながれるって言ったらあれなんですけど、ね、鏡の中ジャンヌルダルク怖いよ。そうだから、そう私はそのいつも一人でやってるよ。友達できる、できるよ、できるよ絶対。楽しいよ本当に。一回ハマったら抜け出せないです。うん、フォートナイト最近またハマりだした。なんか100人オンラインで100人と戦って、まあ100人プレイ戦って、まあ最終的に1人1位になったら勝ちみたいなんですけど、100人いてその中でも打ち合いとか殺し、まあめっちゃ口悪いんですけど、まあ撃ったり鉄砲で撃ったりまあするんですけど、それで最終的に生き残ったというか人が1位。100人流れ、そう公約、まあそんな感じですね。そう出前、おとといぐらいかな、フォートナイトやった時に2回ビクロイされたんですよ。嬉しかった。そうめっちゃ面白いですね。2回ビクロイしました。パルワールなんじゃろ、パルワールフォートナイト好きってやってた。ココさんとやりたい、ココさんとやりたい、面白そう。やってみます、やってみてください。ぜひ無料なので、スイッチ持ってる方はダウンロードするだけでできます。でも結構容量、
結構よ食うので結構あのダウンロードとかね、結構あのカードがいります。なんだっけ、ストレージじゃない、なんだっけ、まあデータのカードがいります。私もね、フォートナイトの容量が大きすぎて買いました、カード。ありがとう。そう、メモリー、そう、結構食っちゃう、フォートナイトだけで。あ、最近ね、またスイカゲームまたやってる、たまにスイカゲームやってる、フォートナイト、フォートナイトスイッチで。でも結構マリオカートはやらないようになった。でも新しいコースまだ買えてないので買おうかなって考えてる。でマリオカートやって、うーん、最近はフォートナイトか、マリオか、もうマインクラフトも全然やってないから。マインクラフトも一時期めっちゃ流行ってたけど、もうやってないやってない。ポケモン楽しい、乃木坂楽しい、やけよー。動物面白い、動物やってないんですよ。動物ね、いい、楽しそう。世界一、すごい、ゲームをしないでた。課金ゲーム世界一、なんだろうね、気になる。フォートナイトも課金しようかなって思った時もあるけど、マリオパーティーやりたいの付き合ってあげて。確かに、え、ちょっと一緒にやろうかね、かなおちゃんと。でまだかなおちゃんのうち行ったことないんだよね。あ、一回やるかな。やってるところ見たい？そう、見せたいです。見せちゃダメなのかな、任天堂さんはダメだよ。見せたいとこですけど。で、そこで Apex はいけるじゃないですか。 Apex なぁ、見せたいんですけどね。なんかあの結構いろいろ事情が Apex も覚えるのがちょっと一からあれなんで、あまりやる気に。そうなんで。うん。ありがとう、まあ。もう8時になったので、そろそろ誕生日見始めます。ありがとうございます。たくさん。ありがとうございました。また3日後、幕張でお会いしましょう。楽しみ。楽しみ。お疲れ様でした。ありがとう。じゃあまた YouTube 行くかな。本当に思ってますか。本当に思ってますか。下で会いましょう。たくさんの人が、こちらこそ嬉しい、来てくれてありがとうございます。ありがとう。とりあえずね、明日じゃあそろそろ飛んでみます。うお、何の音、何の音だ、怖い、やめておくれ、怖いじゃないか。13位、3分のサポタさん、パチパチ。12位、センシンズ豚まんさん、パチパチ。11位、ガリさん、パチパチ。10位、パチチーさん、パチパチ。9位、タカパパピョン、パチパチ。8位は、どこだ、あ、コジパンさん、7位、ビッグイブさん、パチパチ。6位、ホテルクエデミさん、パチパチ。
5位カツタン、パチパチ。4位ハルさん、パチパチ。3位ヤシさん、パチパチ。2位エムタツさん、パチパチ。1位はトノさんです。ありがとうトノタン、トノタンありがとう。またまたねー。またあの電話できたらいいですね。ペコリ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 、ありがとうありがとうペコリン、ありがとうペコリン。またねー、またねー、バイバイー、ありがとうペコリン。